知り合いで仮想通貨のインサイダーをやってる人がいるんですか、えー、とね、仮想通貨ってインサイダーってないんですよ今ね多分多分というか仮想通貨ってインサイダーなくて株とかってインサイダー取引って多分皆さん聞いたことあると思うんですけど企業から、えー、と例えば何か新商品が出ますとかどこどこの会社と提携しますとかいわゆる会社の人しか知らないような機密情報を入手してそれをもとに株を買うと、えー、厳しく罰せられるんですよね。 それってダダメメななんんでですすよよ基,基本的に絶対ダメなんですよまあそれが何でダメかっていうと,まあえと単純で例えばその会社の社長さんとかがえ自分の会社のことだから絶対業績上がるの分かるじゃないですかもうだからだから知人にね買わせてキックバックもらったりとか結構その金融市場ってすごくコンプライアンスが厳しくてルールがあくまで公平にじゃないといけないみたいな原則があるんでそういうふうにね誰かが私的な 利益を追求することを非常に嫌うっていうのはね、えー、公平なね市場をとれあの保つためのまああの仕方ないルールなんですけど、えー、仮想通貨に関してはそれがないんですよ。まあ、今後多分そういうのできてくると思うんですけど、まだ仮想通貨って株式取株取引とかに比べると全然歴史が浅いです。もうここ本当に十何年とかね。 そういうレベルなんで、えー、まだまだ浅いんで、えー、っとそういう、ね、取引の、えー、決まりがないんで、あのインサイダー取引はないです。だからね、あのまあインサイダー取引っていうのは倫理的にどうなのかっていう問題があるんで、おすすめしないんですけど、確かにそういうことやって、すごく稼いでる人いますねいますね。 いますであと、超人って言って、ですね、えー、皆さん、仮想通貨とか、まあ、株もそうなんですよ出来高っていうのがあるんですよ、たぶん聞いたことない人もいると思うんで、簡単に説明すると、えー、例えば100万円ぐらい株買おうと思ったらすぐ買えるんですよね、成り行きとかで、例えば証券会社から注文したら、パッて買えます、たじゃこれが1億円とかね、10億円分買おうってなった時に、えー、とねに、結局ね、えー、とやっぱ、えー、とそういう金融商品って、需要と供給のバランスで成り立ってるんで、えー、と買えないんですよね、買えないというか、まあ、出来高っていうのがあって、要は、 は、それだけ株がたくさん売ってないと買えないんですよ。株がたくさん売ってないと買えないんですよ。だからね。結構大口の玉を運用するっていうのはすごく厳しくてまあ、大変なんですけど、えっ、ー、と。 で仮想通貨に関してはですね、えー、例えばなんだろう,こう草コインって言われるようなもうできた本当はひよっこみたいな赤ちゃんみたいなコインって結構あって、えー、時価総額でいうと数億円レベルのコインとか結構ざらにあるんですよで数億円レベルのコインってことはどういうことかっていうと、えー、例えばじゃあ時価総額3億円の仮想通貨だとしたら3億円分買えば全部それが手に入っちゃうみたいな、ね、要はそのコインの全体の価値が時価総額って言いますだから時価総額がちっちゃい銘柄を思いっきりバーンって買い入れるとバーンって上がるんですよね あの流動性が少ないからまあちょっと難しい話なんですけど要はコインの枚数が枚数というか価値が少ないんで、え。ー お金をてて買いるるとです、ね、バッて上がるんですよでなんで,です、ねえーと、よくあるのがインフルエンサーのちょっと怪しい人とかが変な仮想通貨をすごくつぶやきまくってこれ上がる、これ絶対上がる、これか買えって言ってみんなに買わせるんですよ。そしたらみんな、ね、バばって買うじゃないですか。みんな買え、買え、買えって言われたから買うぞ、これ俺儲かるかもしれないから買うぞって言って買うじゃないですか。そしたらバってコイン上がるんですよ。でその瞬間、インフルエンサーのやつが裏で売るみたいな。これを提灯っていうんです。これは気をつけてほしいですけど、そういうのよくあります。はい、まあだからいろいろ仮想通貨っていうのはまだ法整備されてないんで、 えとなんだろう、こう抜け穴的にすごい稼ぎ方っていうのもあるかもしれないんですけど、えー、リテラシー,、えー、皆さんの理解がね、必ず問われる取引なので、えーとねあの、ちゃんとね、勉強して取引した方がいいと思います。はい、して株みたいな感じですね